竹内元康は、日本のノルディックスキージャンプの元選手で、現在スポーツトレーナー。北海道小樽市生まれ、同じく元ジャンプ選手の竹内拓也は実定。1980年、モスクワオリンピック女子体操代表に選ばれていた、ヒューガ・ユカは妻。10歳でジャンプを始め、小樽小処中学校を樽北小高校から1983年名門、拓銀入社。 しかし、成績不振で1987年退社し引退。1年間行方をくらましていたが1988年に東洋実業グループに入社して現役復帰した。なお、この1年半の間は本人曰く、行方不明の間、ジャンプ選手にとって何が必要かを考え、そのすべてを学習した。とのことである。1994年現役引退し、 トレーナーに転身。全日本チームのコーチ、トレーナーなどを務める。一方、ジャンプ放送の解説者を多数務める。1999年の港、小樽国体の際に、来年は、私が出ますと口を滑らせたことが原因で、翌年の富山での国体に参加することになり、岡部高信、斎藤博也、吉岡和也、千葉勝都市に道具を借りて、挑むも、 ブランクと多忙による練習不足のため優勝することができなかった。ありがとうございます。